だからね、お尻緩めてきます。頭からね、こう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとした頭が間違えてしまうことって多いんですね。なのでね、しっかり緩めてきます。私がわざわざ説明したってことは痛いよってことだからね。整体三つのぶでございます。今回の方もね、そんなに痛がらなかったので、私のね解説の方でまたお伝えしていこうかななんて思っております。今回ね、押さえているのは大臀筋とか中臀筋、梨状筋、まあ、お尻の筋肉ですよね。でこのお尻の筋肉をしっかり緩めてあげることによって、腰痛や膝痛、便秘、冷え症、座骨神経痛などなどにね、効果的な場所ですね。ですのでね、腰痛とか足の疲れとか、そういったものにね、すごく、私もそうなんですっていう方は、ここの場所をね、ご自身で押さえてあげてみてあげると効果的です。で、ご自身で押さえる場合はね、ゴルフボールであったりとか、テニスボールであったり、硬式のボールとかね、それを置いて、ちょうど、椅子に座った時に、大腿骨、まあ、太もものところの骨のちょうど付け根の今押さえているこの部分ですよね。この部分をしっかりとね、押さえていってあげるようにすると、劇的にね、腰痛とか、ね、座骨神経痛なんかにも効果的だったりとかしますので、ご自身でぜひやってみてください。で、なかなかね、その安定しないとかいうのであれば、骨盤職人さんとかね、木の板に丸いやつがついてて動かないやつなんかもあったりしますから、それをね、ここのね、股関節に置いて緩めてあげると、劇的に腰痛がマシになってくれます。なので、自分でね、やってあげるとね、効果的です。で、まあ、もしご家族の方がおられれば、そのご家族の方にこの場所を踏んでもらったりとか、押してもらったりとかするのも効果的ですよね。で、今回の方のモデルさんね、すごくね、若い方なんですけども、痛がってないからね、痛がってないのをね、このまま見せるのもどうかなと思って、私の解説にしておるわけですけれども、ね、皆さんやっぱりここ押してほしい人多いですね。うちの店はやっぱり、ここのね、お尻周り、梨状筋であったりとか、大臀筋の付け根だったりとかを抑えてほしい人、めちゃめちゃおられます。で、実際やっぱりね、立ち仕事、座り仕事でも、このね、お尻の場所っていうのはね、すごくやっぱりね、硬くなりやすいんですよね。で、ここのね、改善、疲れをね、改善するためにはどうすればいいんだって言ったら、やっぱり、長時間座る人でね、いろいろとアンケートを受けて、私も見てきた結果なんですけども、やっぱりね、いい椅子に座ってもらうってことですね。ある程度いい椅子に座ってもらうと、やっぱりね、本当に痛み方が変わってきます。なので、もしね、お金がある人は、ちょっとね、10万とか20万とか、なんていうの、よく今、ゲーミングチェアとか言ってね、長時間座っても疲れにくい椅子みたいなのが売ってますから、そういった風なね、椅子にね、変えていってもらえるようにすると、このお尻の疲れっていうのは全部、だいぶとね、変わっていきますから、それをね、やってみてあげてください。で、それがね、なかなかできないっていうのであればね、どうかな。座布団入れてあげたりとかね、シートをちょっとね、クッション入れてあげたりとかするだけでも、椅子の疲れ、お尻の疲れっていうのが劇的に回復しますので、もしできる方はやってみてください。で、職場でなかなかできないんだっていう方はね、ちょっと考えてみて、私の今のアンケの頭の中からは出てきません。で、今からの季節ね、まあ、これ撮影してるのが、編集してるのが10月ぐらいなんですけれども、今からの季節、まあ、寒い時期になってくると、どうしてもね、お尻が冷えてしまうことによって腰痛がきつくなってしまったりとか、足の疲れ、だるさとか、足の冷え性がきつくなってきたりすることって多いんですよね。なのでね、お尻をね、温めてあげることっていうのがね、実はね、効果的だったりとかするんですね。かの言う私、悶絶整体三つのぶなんかも、この今ね、動画編集しながら、椅子に座りながら編集してるんですけれども、椅子には、座布団タイプのホットカーペットに電気をつけて、その上に座ってったりとかします。で、それでお尻を温めてあげるとね、そのね、お尻の下に流れてるね、座骨動脈っていうのを温めてくれるので、足が全体的に温まってくれるんですよね。なのでね、そういうふうなね、座骨、お尻をしっかり温めてあげることっていうのだけでもね、腰痛が回復したりとかしますから、
あ、私もしかしたら冷えてるのかもしれないっていう方はね、ぜひ真似してください。まあ1000円か2000円ぐらいのね、ほんと座布団タイプのホットカーペットって売ってますよね。アマゾンとかで買ってください。でそれをしっかりお尻に引いてあげて、でなおかつね、女性の方はね、もう結構されてる方はされてると思うんですけども、膝掛けですよね。膝掛けそう、足のところに膝、毛布をかけてあげると、温度を逃がさないですから、それをねしっかり温めてほしいですね。私昔からお伝えしてますけども、図鑑即熱って言って、まあ、足元を温めて頭を冷やしなさいっていう、まあ、昔のすごい人のね人たちのことわざですよね。その図鑑即熱をやってあげるとやっぱりね、体の調子が良くなってくれます。で今からね、このね横のね方に向けましたけども、この横の部分が痛いって言ってますね。痛いって表彰しました。このね横の部分っていうのは何かって言いましたら、大臀筋がつながっているっていう、まあ、お尻の筋肉のちょうど付け根になるんですよね。この付け根の場所っていうのがしっかりね、緩まらないとなかなか筋肉っていうのは緩まないんですよ。なのでこの場所をしっかり緩めてあげるっていうのが効果的なんですね。で今ねめちゃめちゃ耐えてますよね。で宇都の店にね来る人たちにね、常連さんとかもうね遠方から来られる方もね、ここを押して押してもらいたくて来られる方結構います。なんでかって言ったらね、自分じゃここを抑えにくいんです。自分でその野球ボールとかゴルフボールとかゴロゴロしちゃうからなかなか抑えにくい。でマッサージガン、あれでもねちょっと緩めようと思っても、ね、骨際だからなかなか緩めにくい。でまあ仕方ないから痛すぎるしつってうちのね悶絶整体に来てくださるんですけれども、まあですからまずここのね緩めていく角度はね劇的にね、考えてます。でこのポイントを押さえてるとね、皮腹筋、前頸骨筋だ、足のね先までね、ずーんと重たくなったりするんですね。やっぱり全部の体の箇所がつながってますから、そこをねしっかり緩めてあげると効果的なんですよっていう風なね説明をね今してたりとかします。ですからねここをねしっかり温めて、緩めてあげる。でこの辺りを春回路を貼ってあげてもいいですね。春回路って分かりますか？暖かくなるね回路ですね。あれをね貼ってあげるとね、お尻に貼る回路を貼ってあげるとね結構ね腰痛が回復してくれます。なのでね、ぜひぜひね皆さんやられてみてください。でプラスアルファはね、前から言ってるように、足元を温めてあげるためのタイツを履いてあげたりとか、体がね、細い人とかだったら意外と腹巻きとかしてあげてもね効果的にね緩んでくれたりとかしますね。やっぱりね人間の体温めてあげることがねやっぱり最大限ですから、私もね人に言う分だけあってね、自分の体をねがっつり温めてます。このだって音声取りながら本当に上着着て膝かけてお尻温めてしてますからね。でね若い時とかねそんなことが考えなかったんですけども、それが分かるようになってきたっていうのはもうね良いお年頃、まあそういう方しかこの動画見てませんね。体に不調があるから見ちゃうんですよね。その方はねこれを見てね、うわやっぱりいいなと思ったら悶絶整体まで、来ていただければいいですけれども、来なくてもこの動画見てたらね楽しめますから、楽しんでもらえればいいんじゃないかななんて思ってますね。でほらここの場所ねやっぱりしっかり緩めていくとね本当に効果的でして、痛そうな顔だけれどもこの場所なんですよね。でこの場所は足の筋肉とやっぱつながってます。あとここを緩めてあげると腰もね劇的に回復するんですよね。ですからねここをしっかり抑えれる人がね、全国にね増えてほしいです思います。で後ろ側からと前側からも抑えていくとね、この前側から抑えていくっていうのは、患者さんの前、お客さんの前から抑えていくっていうのは、なんていうのかな梨状筋とか緩めるパターンなんですよね。で今回またこれでね反対側に移っていきますけど、これまた反対側がね痛いんですよね。これね右側が痛かった人ではあっても左側が痛いとかいう人も結構痛いとかしますから、それがねまたねギャーっていうのがね私見てるの楽しいんです。本当にド S ですから痛めつけるの大好きね。それでお金もらって皆さんに喜んでいただけるためにバリバリ抑えれるようにしておりますからね。あ、それが楽しみですね。いいですよね。
まあ、本当に天職なんだなと思います。ギャーってね、痛そうな顔してるでしょ。これがいいんですよ、ね、これがね、抑えられて先生そこですっていう一言を聞くとかね、慣れてない方のギャーっていう声先生痛いの分かってるんですけど、やっぱり取れなかったんで1年ぶりに来ましたけど、やっぱり痛いとか言われてる声とか、やっぱり最高にいいですからね、あの悶絶整体楽しいですよね。でもまあ、この角度をしっかり緩めていくと、まあ、あの何回も言うようにね、腰痛とかが改善していきますから、腰痛が気になる人はぜひね、この場所を受けてみてください。お、そろそろ10分ぐらいいい感じになってきましたね。ではでは、悶絶整体三つ信のね、今回の動画は終わろうかと思います。ではまた見てください。次回に期待してください。じゃあね、またね、バイバイ。